ついにこの日が来てしまった。明日から鬼滅の刃の劇場公開。ああ、全然落ち着かねえ。この気持ちどうすりゃいいんだよ。心臓止まりそう。果たして私は推しの大画面アップに耐えれるのか。まずは心を落ち着けてお茶を飲もう。全然落ち着かねえ。本当に明日始まんだよな。映画館燃えてねえよな。考え出したらキリがねえ。心配なことだらけだ。遊郭編の放送が終わって約1年。しかしよく耐えた。本当に始まんのかよ。信じられねえ。興奮して忘れていたけど、そういえばお腹すいたな。そういえば昨日すき家の初日に行ってから何にも食べてねえ。そりゃ腹もすくわな。よし、すき家にまた行くか。腹は減っては戦はできぬ。よし、今日もすき家食べるぞ。前方確認。よし、それでは行こう。さあ行くぞ、すき家へ。すべて忘れさせてくれるすき家さんに私は行くんだ。出発進行。待ってろよすき家。よし、やっとすき家に着いた。田舎だから20分もかかったぜ。では行くとするか。よし、私の特等席空いていましたと。板場はここに置いて。さて今日は何を食べようか。ったく、どいつもこいつもメニューが魅力的すぎるんだつーの。一番効率よくカードをゲットする方法わかんねえ。考えろ、考えてひねり出すんだ。ひとまず朝だけのサービスメニュー、これを食べるとするか。よし、甘露寺蜜璃セットとスキスキセット、どっちも選択した。 OK、 注文だ。もう一つはこのチー牛、一度人生で食べてみたかった。ミニにして、そしてスキスキセットと甘露寺蜜璃セットをプラスと。そしてもう一つはノーマル牛丼、これもミニにして甘露寺蜜璃セットとスキスキセットセットオン。よし、間違いないな。注文送信。難問だった。しかしいい仕事ができた。お、全て揃ったぞ。牛丼2つと夕食1つ、スキスキセットと甘露寺蜜璃セット3つずつ。こんなにも破壊力があるのか。世界を制した気分だ。おい、梅見ろよ、ごちそうだぜ。いただくとするか。まずはこのチー牛をいただきます。生まれて初めてのチー牛。見ればわかる、お前のうまさ。チー牛だ。その見た目、練り上げられている至高の領域に近い。ではいただくことにしよう。うん、うん、これはうまい。なんだこれは、チーズと牛丼が融合している。こんなうまいもの食ったことね。48年も生きていて私は今まで何を食べていたんだ。こんなうまいものが世の中にあったんだな。と、タバスコ、牛丼にタバスコをかけろというのか。よし、ものは試しだ。やってみよう。ほんのりピンク色に染まったお前、一体どんな味がするのか。うまいじゃないか。食欲が刺激される。お箸が止まらない。
はっという間によ。どんぶりもこのざまだ。この定食の鮭もうめえな。こっちはノーマル牛丼だ。肉入れすぎじゃねえのか、すき家さんよ。ちっとサービスが過ぎねえか。俺はよ、いや、俺たち鬼滅ファンはよ、またこのコラボやってほしいんだよ。だから決して過度なサービスをしすぎるな。俺はいつも心配しているぜ。鬼滅を応援してくれている企業様を応援するのが俺たちの仕事だろ。よし、ここからはスプーンで行かしてもらう。一気にラストスパートだ。それにしてもさすがに多いな。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。牛丼と定食完食だ。さすがにお腹いっぱいだ。この甘露寺蜜璃のいちごミルクと飯茶はお家に帰ってリンゴとともにいただくことにしよう。それじゃあみんな、お待たせの好き好きセットのノートとカードの開封といこうか。さて、どっちから開封しようか。そうだな、ノートからすることにしよう。あ、ほら、せかすなって。ちょっと待ってろ、今準備してっからよ。さあ、それじゃあ行こうか。せーの、ドン。おお、ツイーツと伊之助じゃねえか。来てくれたんだな、さすが頼りになるぜ。この調子で押しを引きたい。2枚目いってみるか。せーの、ドン。と、おお、ほんと忍びそうじゃねえか。これもおはずだ。なんだよ、やけに調子がいいじゃねえか。わかった、この調子で3枚目。いざ行かん。ドン。なんと、ここでかぶりが出てしまった。炭治郎と禰豆子、確か昨日もあったよな。でもまた来てくれてありがとな。ではいよいよカードを開封していきたいと思う。狙うはもちろん推しの煉獄さん。煉獄さん、煉獄さん、煉獄さん、頼む、来てくれ、奇跡起きろ。ドン。おお、 B バージョンの全集合が出た。出ると思わなかった。やったー、神様ありがとう。ちょっと待って、白熱しすぎて汗出てきたわ。うわー、めっちゃ暑い。ちょっと待って、この店クーラー効いてんの。では心臓落ち着けて2枚目いきたいと思います。全集中、水の呼吸、湿気。うわ、炭治郎くん、こちらもお初です。やりました。さて、全員集合 B バージョン、そして炭治郎ときて、最後、最後煉獄さん、なんとか煉獄さん来てくれ、頼む。せーの、ドン。うわ、なんと天元様来てくれました。こちらももちろんお初、というわけで今日のすき家チャレンジ、このような結果になりました。この重みは勝利の証ってか。次からはもっと大きなカバンを持ってくることにしよう。これを見てくれてるみんなもそわそわしてんだろ、明日のこと。でも一人じゃないぜ、俺もそうさ。みんな明日は思いっきり楽しもうな。じゃあみんな映画館で会おうぜ。